王宮の広間ではサドラー降伏を祝って宴の用意が進められていました。サドラーからの貢ぎ物は台座に置かれ、アマラ王国の旗が飾られていました。何なのですか、この騒ぎは。それは突然起こりました。貢ぎ物が入っているたくさんの箱の蓋がいきなり開き、中からサドラーの兵士が何百人も飛び出してきました。さらには悪名高き魔術師たちが操る殺人虫も無数に飛び出してきたのです。